はい、三国志4、続きをやっていきましょう。もう前回ね、ひどい目に、遭いました。もう、勝ったけど負けたっていう。まあ、前回、勝って最終決戦に、一騎打ちには負けたもののね、無事、返してもらいました。はい。で、相手は、カルモ兵糧もゼロになってます。って感じですけどね。もう一回次のターンで攻め込んでとどめを刺して差し上げましょう。ね、ショッキングですけどね、本当に。そうしておきましょう。金、兵糧、OK。はい、終わり終わり。変わってもらってもいいんですけどね。しかも拒否。そうですか。じゃあ戦争をしましょう。期間よ、もう期間よ。今度こそ勝つから。次こそ勝つ。絶対勝つ。もう。こう。いや、違う違う。みんなでね、八石車大会ですよ、こうなったら。大会というか、なんていうか、少数精鋭で攻めて差し上げましょう。長領力が100超え、高中なのかな。大衆、はいはい。さあ、攻め込んじゃいます。発石します。K とか読んでもらっていいかな、本当に。19、わ、これはちょっと良くないな。かといって、また？やば、これ。怪我す。
兵士脱走していなくなってしまうパターンじゃないの。そして誰もいなくなったみたいな。どうなるんだこれ。さあ、やべえ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 、マジ最悪。ここは違った。ちょっと待って、あれマジか。そう、かけえと本当やめてほしい。本物を相手するために時間切れとか、おアメフタアメフタ。雨が止まない。やだ。絶対一騎打ち大会で勝ってやる。今度こそ勝つ。え？怪我すんなって。もうみんな怪我しないで。やめてやめて、殴ってこないで。逃げる。さあさあ、バカな、何をするこいつは。せっかく生かしてやろうと言ってるのに、わざわざ食らうようなこと必要ないじゃないか。まったく。あと2回かな。うわ、両方捕まっちゃう。バカで。これは玉がいないとな、やりがいがないな。まあ、どうせ逃げても無駄だと。よっしゃ。まあ、ちょっと勘頼むよ本当に。前回負けてるからね、中堅で。コーチュー頑張れ。中堅大将長領でいいか。これはさあ、おっとデジャブ。意味わからなーい。お、もしかした。すごいじゃん。え、これ負けちゃうんじゃないのか。勝てる。
ちょっと待って、あとちょっと、よっしゃ、これが実力通りじゃい。これ3立てですね。人がいないのに歩道がありますな。敵でしょこれ。引き上げ、いやこれ背中が切っちゃうんじゃない。あ、追いつけない、言い切った、マジか。勝利、口ほどにもないなと。これが勝利でしょう。まあ、相手にはならんすわ。水合わせにほどがありますがな。オラオラーって言ってる。あ、逃げんのかよ。あ、これは切り落としますね。スパッと。仲間になった。捕虜、捕虜、仲間ならんな。逃さんって、仲間になった。一騎打ち要因がね、増えたけどね。そう、居残り組でしょ。ダメする、顔料でいいか、勝手に顔料。
ね、兵糧。今更ですけど、周遊はここにいるんか。あ、別にいいか、もういいでしょう。今更打ちながら、褒美を与えて脱出しましょう。あ、みんな100になってる。そうなんだ。あれ、なんかみんな優秀やね、生き残ってるのは。じゃあバガンをどうしましょう。移動しますね。兵糧。確かこっちに純育いたよね。あれ、いなかった。こっちか。違う。あれ、ここ違う、こっちか。チルか。あれ、移動したばっかりだっけ。違ったね。じゃあ馬長たちも生かすことができますな。金、兵糧、登用しちゃいます。馬長、99ですからね。強いんですけど。こうなって、確かなかなかっすね。人口が少ないからですね。すぐ行けますよ。
どういう条件なんですかね。分かんねえな。中精度。ああ、低いね。移動しましょう。回収。1、2、3、三つ城がありますから、三人人余ってたっけ、そういえば。待ってた、よかったよかった。こっちか。ちょうど3人ですね。あれ、移動したっけ。もうすぐ記憶忘れる。どうだっけ、やっぱダメか。あるいはさ、そうだっけ。順番が待っていくの時間かかる。どうコメントでしたね、そういえば。腰しとかんとっすね。今さらですけど、どうなのかな。精力的にですね。どうなのかなという状況です。いいかな。移動しましょうか。いやー、名だたる名将たちを差し置いて移動するのは心苦しいです。
馬超欲しいんですけど。終わっていただきたい。なるほどね。馬超を投与したいよ。時間帯になってまだ長雲と出会ってないんだけど、なんでだろう。式が92やん、すげえ。こんな式見たことない。さて、馬超にアイテム与えよう。これを与えよう。呂布にはあれをあげよう。あれを、いた、いた、いた。こいつを与えよう。これでいいだろう。何？必要ない、そういうことはもう、もういいんだ。連動必要ですよね。強力な連動部隊はどれだろう。あれ、長領いなかったっけ。いた。これでこういきましょう。どうしようかな。高卒90代っていないっすね、他にね。88。長考と馬頭って五分なんですね。あと一人。漁夫を連れていく。一騎打ちあるかな。あ、一騎打ちがあるか。一騎打ちだったら馬超行くか。長考の代わりに長飛とか。一騎打ちはいいんです。漁夫は馬でも連れていくか。大衆
掘った人ですからね。関社もう孫権様で、まあどうしようもないっすよね、これは。まあ逃がさないように動いてもらうしかないっすね、これは。さあどうなるかな。お、応援部隊が来た。おっと、なんということでしょう。再開した方が多いかな。逃げるやろこれ、ある程度痛めつけたら。逃げた、限度かい。困るな。おお、なんか強そうなメンバーがいっぱいいる。最終決戦にふさわしいですな。いや、解放してやるよ。誰か3人ぐらい、みんなどうしましょう。ちょっとね、良くないですけど。あ、え、なんでこんなに数が少ないの？まあいいけど。おやすみ。高村さんは出てこないですね。
にしても絶対攻めてこない、攻めないですね、こっちからですね。パッと攻めてほしいんですけどね、本当は。どうかな。一人。わー、一人か。で最終決戦かな。26。あ、しょうがないですね。はい、馬長に相手も与えたっけ。与えたよな。今回は連動大会でいきましょう。連動大会でね、連動大会91。高いのか。歩兵をね、これですかね。これでいきましょう。馬長の忠誠が低い。豪華じゃないですかね。尊敬。さあ、こっちいらっしゃい。こうなんだよ、当然。この距離からこのダメージかっていうぐらいダメージ与えますね。さすが。まあ大変だ。援軍来るかな。さあ、どうしようか、これいいか。これ届かないパターンですね。おっと、なんということでしょう。大雨、これは。おっと、いや、倒しきるか、これで倒しきるか。あー、いかなかった。しょうがないですね。相手が悪かった。
さあ、みんなで移動しましょう。不良武将、別に施してないと住民反乱起こるパターンっすね。ちょっと間に合わないこれは。別にいいんですけど、なんかねもったいないっていうか、中だった。しまった。移動してもらいましょう。金はいらんけど、兵糧ね。わあ、2。そうですね、一国ですからね。何を行ったらよかったんだろうと思いますけどね。私にはわからないです。どっちか、しまった。もうコマンドミスばっかりして困る。いない、そっか。まあね、少しでも可能性があるなら
頑張ってみようじゃないか。頑張れば玉璽が出てくるんじゃないかと一瞬思ってしまいました。どうでしょうか。内政型できませんと、できかねますと。偽成功の件、進め進め。あれ攻めてよかったんだっけ。冠中、あからでしょうね。考えてますよ。もう遅い。ちょっと順番は来た。奇跡ですよ、本当に奇跡だよ。違いますね。誰がいい？こいつか。そうだよね。全然徴兵してないからこんな数字やっちゃうもんね。
っすか。指揮者できるかな。思い切って。1下がりましたね。訓練99の指揮90。わっ、旗揚げしやがった。場合はもう物資を送って進めるしかないですよね。来た来たー、ついに来たー。まあ希望ファンなんでしょうね。はい、皇帝じゃないけど OK でございました。ということで今回はこれで終わります。